誘拐事件？琴子？ミーの部下たちが誘拐事件を起こしていると？これでもうちの組織は風紀を厳しく取り締まっているし、一般民間人には迷惑をかけないようにしているんだ。もしそれが本当なら協力させてくれ、サガーラ。身内にそんな不届き者がいるなんて、ミーの美学には耐えられないよ。サガーラ、よく打ち明けてくれたよ。もしよければこれからも何かと指導してくれないか。誘拐とはまた無粋な。誘拐ではないと言っているだろう。ミーは組織のために進んで身柄を提供してもらったと聞いたぞ。ああ、進んで身を投げ出す勇気、その心の清らかさにミーも心を強く打たれたよ。もちろんさ、僕が責任を持って大事に預かっている。そんなバカな、悪の秘密組織がそんな無粋な手段を取るわけがないだろう。犯罪はエレガント、スマートだよ。どうやらミーとサガーラは相入れない関係のようだ。せっかく友達になれるかと思ったのだ。残念だ。次に会う時を楽しみにしている。さらばだ。
った。とにかく聞いてよ。キョウチロウの方はどうだったの？何それ、ちょっと正直に話しなさいよ。どうだったのよ。もう信じらんない。あんな寒空に私だけ苦労してて、キョウイチロウはさっさとここに帰ってきたってわけ？
それよりさ、京一郎も仕事なの？ここ、私が尾行を見失ったところだよね。昨夜はごめんなさい。事務所で待機しているね。何かあったら連絡してね。
まあ、得てしてそういうものさ。いらっしゃい。いらっしゃい。いや、サガーラ、ようやく見つけたよ。何？用があるのはユウの方じゃないのか？じゃあ本題に入るとしよう。ユウはミーに何の用があったんだい？だから言っているだろう。彼女たちは誘拐ではないと。ユウがミーより何か優れているものがあれば、敬意を表して教えてやらないこともないよ。望むところだ、サガーラ。